強かったんだろうね、宮田君みたいに。だけど東洋太平洋タイトルマッチの最終ラウンド、相手のただ一発のラッキーパンチで顎を砕かれるなんてな。怪我が治れば再起は可能だったろう。だが親父は二度とリングに上がることはなかった。僕が父さんの、僕が父さんのボクシングを証明してみせる。それが俺のカウンターだ。俺は相手が誰だろうが真正面から立ち向かい頂点に立ってみせる。君がパワーで来るなら真っ向から受けて立つ。1ラウンド目から倒しに行くからな。何？前に出て勝負したいだと？もっと練習します。だからやらせてください。貴様本気か？もちろんです。まずはロードワークの準備せい。弱音を吐くんじゃねえぞ。はい。よっしゃ、とりあえず破壊力を半減するそのためのダッチ力や。はい、ゴーフィングぞ。ヘッド打ちやるぞ。ほら、ショートで打て、休むな。はい。だってこんなにすごいとは思わなかった。だいぶジジイに縛られてるみてえだな。はあ、ため息つくなよ、元気だぜ。しゃい。プロボクサーといっても6回戦じゃ食えねえからな。俺の夢はボクシングで稼いで店を持つことなんですから。ああ、これこれ全部食わせろ。ダメっすよ、そろそろ減量始めないと。水物はすぐ体重が増えちまうからよ、普段から節制しないとな。ふん、だがな、試合に勝てばそんな苦労なんて吹き飛ぶぜ。お前も宮田に勝てばわかるさ。おう、今日のはおごりにしてやっからよ。お、すまねえな。誰もあんたら言ってねえだろうが。失礼します。僕ももっと頑張らなくちゃ。自分で言い出したことだけど、このまま続けるなんて無理だよ。あ、宮田君。毎日毎日ボロボロになるまで練習して。気を抜くな。はい。あ、いただきます。あれ、あ、母さん、ただいま。いや、ごちそうさま。なんだいこの子は。よし、よし。わたいのミットでこれだ。気合い入ってるな、一本のやつ。明日宮田とのスパーだからね。お、一歩だ、捕まえるぞ。もう追いかけんのやつ、たくだらしねえな。いよいよ今日宮田君とのスパーだ。なんだよ慌てて。じゃあその小指積んどくれよ。うん。わ、結構入ってんだ。一歩、こっちはいいから行ってきなさい。何言ってるの、さっさと用意して。行った行った。あ、いや、なんでもないよ。おまじない。自分より強そうな相手と喧嘩するとき、相手の顔をじっと見て似ている魚に例えるんだって。そう思うと肩の力がスーッと抜けて嘘みたいに落ち着くんだってさ。父さんらしいな。行ってくるね。かわいかったな。なんか今日はいいことあるかも。それでは続きまして、
チャレンジャーサイドのコメントをお聞きしたい。こんにちは。月刊ボクシングファンの藤井です。いやお久しぶりですね。で、本題なんですが、実は今うちで新人巡りっていう企画を進めてましてね。飛び込みですみませんが、宮田君からコメントをもらえませんかね。宮田なんかより、たまには俺の取材とかしてくださいよ。泥仕合の王様の取材なんかしてどうするんだ。なんだと。これから下のリングでスパーやるんだよ。今言ってた宮田だよ。おお、こいつはラッキーだぜ。はあ、宮田君と戦える新人がいるんですか。じゃあ金の卵同士の激突ってわけか。ああ、宮田が金の卵ってのはわかりますよ。2階級上で6回戦の俺と互角にやるんだから。結構面白いことになるんじゃないかな。準備はいいか。ぼちぼち始めるぞ。俺はいつでもいいですよ。1、2、3、4、2、2、3。ま、こっちのお目当ては宮田君だからいいさ。とりあえずお手並みを拝見させてもらうとしますか。お互い練習試合だと思わず、本番のつもりで気合い入れていけよ。はい、はい、よし、コーナーに戻れ。立っているのがやっとだよ。あ、魚、魚に例えるんだ。いいか、何も迷うことはないぞ。今までやってきたことをそのままやればいいんじゃ。あ、はい。そうか。じゃあ3ヶ月の集大成を見せてみろ。はい。迷うな。セコンドアウト。それが俺のカウンターだ。君に距離を取らせちゃいけない。自分の射程距離に捕まえるんだ。確かにノーライセンスの新人としては大したもんだ。しかし宮田君の足はさらにその上を行ってる。シャドウじゃ完全に捉えていたのに、本物とイメージじゃ大違いだ。逆だった。全く新人離れしてるぜ。調子に乗り上がって、顔面がガラキだぜ。ダウン。ニュートラルコーナーに下がれ。ワン、ツー。さすが会長が教え込んだだけのことはある。エイト、ナイト。3ヶ月前とは別人ってわけか。おかげで目が覚めたぜ。ファイト。まぬけじゃねえ。浅いか。8。やります、大丈夫です。よっしゃ、3ヶ月の成果が出とるぞ。踏み込みが甘かったのか、それとも呼び込みが足りなかったのか。あの3ヶ月は無駄じゃなかった。ファイト。全身。うわ。当たるぞ。自分から当たりに行ってヒットポイントをずらしたんだ。カウンターが来る直前に前へ出る。そうすれば腕が縮んでいる状態の時当たるから、カウンターの威力は半減される。なんということだ、カウンターをあんな方法で封じてくるとは。決めたか。3、4、7、8。おいおい、次ダウン取ったら一歩の勝ちじゃねえか。宮田から KO? 今の宮田君になら当たるかも。アッパーだ。考えるんだ。ファイト。行け小僧。はい。よー